あ、広い道に出た。で、あ、これかな。こっちかな。ちょっと下がって。バシャリと一枚。あ。ジマロアット爆裂地雷マンさん、こんばんは。ああ、内間さん、こんばんは。なんかお久しぶりですね。ああ、フェンスありますね。フェンスと、なんか指令みたいなのが見えますね。ジマロアット爆裂地雷マンさん、ご無沙汰しております。ウラジオストクから運び込みしてます、W。そうですよね、今ロシアに行ってるはずですもんね。なんかボールシートが書き込んでた。なんか独特な感じの鳥居が立ってますね。あー、コンティボイ、ありがとうございます。デンさん、ネコさん、コサックダンスしてあげて。これがね、誠の道の宣伝ですね。宣伝じゃないな、広告というか広報というか。みなとみーなさん、すげえ。そう、ここはやっぱね、水子供養とか先祖供養とかやってて、それでまあ道の左右に水子供養のお地蔵さんがいっぱい並んでるのをやってたので、それが見た目のインパクトがあまりに強かったので心霊スポット呼ばれされるようになったという話ですね。
当然この先は見えないので、いやいやいや勝ち込みはしませんよ。監視カメラとかあるんじゃないどうせ。ということでね、ここまで来ましたけども、ここが誠の道でございます。なのでね、皆さん来ても無駄なんで来ないように。という配信でした。それより暴走族がすげえなんか嫌なんだけど。これは跡地ではないんですか？跡地じゃないです。現存してます。ここのね、この誠の道っていう団体ね、ホームページとかもちゃんとあって、運営ちゃんとされてます。私はちょっとその宗教団体の教義とか見てないんで、どういう組織かとかちゃんと言えないですけども。なんだったらここの階段とかも私有地の可能性が、てかまあ私有地でしょう。なんで来ない方が無難だとは思いますね。俺はね、なんかねノリで来ちゃいましたけど。そうこうしてる間にあの暴走族的な音も遠くに来ましたね。よかった。ほらこの辺ね、足跡明らかに俺のやつだけじゃない足跡あるから行ってる人いますね。それが教団の人なのか関係ない俺みたいなやじ馬なのか分かんないですけども、天さん暴走族戻ってくるよ。戻ってこないで。暴走族だけは戻ってこないで。この平成も終わろうかというご時世に暴走族なんて前時代的なもんに関わりたくない。はい、そんなわけで誠の道。あの暴走族みんな視聴者だよ。マジかよ、視聴者何やっとんねん。